はい、皆さんこんにちは、バンダリングルイージです。今回は信長の野望小生録続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、観音寺を、浅井と一緒に攻めようということで、攻めかかったんですが、跳ね返されてしまったので、実は少しだけ進めてまして、年号を見てもらえば少し進んでるっていうのはね、わかるかなと思うんですけども、北畠を先に攻めました。伊勢の北畠を。で、今はですね、その伊勢、尾張、美濃、それに浅井の援軍を得て観音寺を取り囲んでいるという状況になります。なので、なんとかね、今回観音寺を攻め落としたいなというところで、観音寺攻めからスタートしていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。早速今取り囲んでいる状態なので、信長自ら攻撃を仕掛けていきましょう。何はともあれね、城攻めをかけていかなきゃいけないので、まずは放火でもしていきますか。パスで開くよね、さすがに。で、信長のいる本陣はそこが攻めかかると壊滅した瞬間に終了するので、信長の本陣は前に進めずに行きましょう。お、そうか、秀吉は抜け穴持ってるのか。ただここは抜け穴を使うよりかは先に城門を解錠させて、もし使うんだったらもうちょっと先で使った方がいいよね、さすがにね。失敗したか。1ターン無駄にしたな。失敗した。しょうがない。次は力攻めにしましょう。ターンをここで無駄に使うのはもったいないんでね。硬いなぁ、思ったより。やっと開いたか。そしたら信長の部隊を突入させましょう。1000いる信長の部隊を出す方が効率がいいので、抜け穴の使い方がちょっといまいちわからないな。しょうがない、このまま攻めましょう。
信長の本陣を進めるわけにいかないからな。よし、城門が開いたぞ。あとは防御とか77どうかな。これで落ちてくれればっていうとこだけど、もう 1,2 ターン欲しいな。やっぱりあそこでちょっとターンを無駄にしたのがもったいなかったですね。信長の本陣もちょっとだけ前に進めましょう、まあ、問題ではない範囲ですね。よし、本丸の耐久度ゼロにしましたね。いやー、この観音寺攻めは結構時間かかりましたね。よし、六角をなんとか取りましたというところにはなりましたね。じゃあちょっとこの観音寺を新たな拠点に据えていきましょう。まあ、二条城と目の鼻の先になってしまったんで、まあ、そういう意味ではちょっと怖いは怖いですけどね。委任をしていきましょう。攻撃目標はどこにしようかな。まあ筒井の山と郡山あたりになりますかね。そうなるとこの六角を取ったことによって京にいつでも進出が可能という状況が作り出せたので、まあ、それは大きいですね。しかも4つの城を領有するという意味ではかなり大きな勢力にはなったんじゃないかな。まずは城をちょっと大きくしておきましょうか。合戦でだいぶ荒れてしまったので城を大きくしたり、あとは商業ユニットを立てて商業に勤しんだりしましょう。せこせこと久しぶりにのんびりとした箱庭内政が楽しめそうで、なんかちょっと嬉しいな。ここのところね、もうずっと合戦だったんで、のんびりと街づくりができるというのは嬉しいですね。前田刑事ぐらいは残しておきますか。いつでも出陣できるようにということで、いやでもな、
今ここに立ってはそうそう敵が攻めてくるっていうことも考えにくいからな。まあ刑事にもたまには野良仕事に参加してもらいましょうか。そしたら気になるのが足利の出方ですかね。足利がどう出てくるか。患者ユニットとかもね、委任していると勝手にジャカジャカやってくれるんで、すごく楽ちんですね。まあ武将はどんどん召し抱えていきましょう。和豊も来ましたね。ちょっとさっき抜け穴の使い方がいまいちよくわからなかったんだよな。お、忍術の修行ができるんだ。忍術の修行、織田信長を忍術信長自らじゃあ忍者になりましょう。信長が忍者になりましょう。ここはねちょっと誰もいなかったっていうのが一番の理由ではあるんですけど、関東でも地震が起きてますね。次の目標は本当に筒井順慶でいいのかな。水軍の修行ができると。水軍の修行に行ってもらおう。じゃあここはそうだな、常ちゃんに行ってもらおうかな。商人が来ていると。岐阜に商人が来てんだな。そしたら鉄砲を買っていきましょうか。鉄砲の威力半端ないですからね、この小勢力の中では。さてと、足利将軍家と本格的に戦闘になってきたわけだな。まあ義輝の戦闘力86はかなり高いな。これ信長クラスを出さないと正直どうにもならないな。あとは義輝がどこまで来る気があるかですね。その逆にこちらに攻め込んでくる意思があるのかどうかっていうところでだいぶ変わってきますけどね。本当に吉影はずーっとやってますね。足利義輝か、そうか、筒井順慶のいる、そういうことだね。二条城を攻撃していかない限り、大和郡山に攻め入る術がないんですね、これを見る限り。大和郡山に入るためにはやっぱり二条城の攻略が必須だな。二条城攻めか。
二条城を攻めるとなるとかなりの数の軍が必要になってくるけど、その軍勢が今少なくとも観音寺にはないね。観音寺は先の戦いで荒れ放題のままなのでどうしようもないですね。しょうがない。ここは静観を決め込みましょう。まあ、一つ言えるのは、今4つの城を持っている信長としては、まあ最大勢力に近い勢力を誇っているので、まあ焦る必要はないかなというところなんですよね。地道にしっかり攻略をしていけば、二条城が落とせるのも時間の問題というか、まあいずれそういうチャンスもやってくるんじゃないかなと思いますんで、まずはそこを待ちましょうか。まあ、京極高吉なんで戦闘力でいうとね、まあ、こう言っちゃなんですけど、カス同然ではあるんですけど、やっぱり兵力差というのがね、正面決戦になると厳しいですね。背後からとかの攻撃になれば、まあ、兵力差が倍あったとしても、倍によっては倒せるんですけどね。大川内にも商人が入ってるか。ここはお金がいっぱいあるね。そしたら政治の高い、一番高いのが常ちゃんか。鉄砲を買っていきましょう。すいません、ちょっとくしゃみが出ちゃいました。鉄砲の相場が今悪いな。最悪だな。ちょっと最悪だけど、まあしょうがない、買っていきましょう。観音寺に商人が来てるけど、お金がないかな。ちょっと、しかも行動可能な武将が誰もいないと。うん、しょうがないですね。行動可能な武将がいないと言われてあったら。浅井も頑張ってるけどね。浅井が頑張ってくれてる今のうちに少しでも兵をかけ集めておきたいけどな。そしたら、まずこの岐阜城にいるユニットというか武将ちょっと多いんで、これを移動させましょう。思ったけど今全員出払ってるのか、しょうがないね。というのも委任してしまってるんで、岐阜城の方も活発に人が動いている感じですね。
すごく活発に人が動いているので、移動できる武将がいない感じになっちゃってますね。前田刑事はここで9ヶ月間野良作業をするのか。なかなか酷な命令をしちゃったかな。なかなかね、9ヶ月間野良仕事だけをしてろっていうのも。二条城への道がどうしても、まあ敵がいっぱいいるっていうのもあるし、何より大和郡山を攻めるのに二条城を通らないといけないっていうのがなかなか厳しいですね。しかも敵は足利義輝。さてさてどうしたもんかな。おっと、岐阜城の人員が一気に減ってるね。今がチャンス。そしたら正信を彼女、正信優秀なんでね。あとは森長吉も出しましょう。本当は秀長とかをね、呼び寄せたかった気もするんですけど、秀長はちょうど出払っていたようなので、まあしょうがないですね、こればっかりは。さ、道勝と高吉の武官同士の戦い。違う違う、文官、文官同士のしょうもない戦いになる。しかもなんと押されてるしね。情けないな道勝は。川の中で火攻めをやる意味がわからない、道勝に関して言うと。さあ、そしたらいよいよ持って軍を動かしていきますか。お、忍術の能力を獲得したか、信長は。グフフフフと言ってましたけど。そしたらちょっと委任の目標を変えていきましょう。攻略目標を大和郡山にするのは現実的に無理だというのが分かったので、ここは二条城に変えていきましょう。まあ、これで、まあなんとか二条城を取れれば天下の趨勢はほぼ決まったも同然という展開に持ち込めるので、もちろん武田への備えとかはね、引き続き必要になるかなと思うんですが、お、今度は一転して頑張ってるね。ただあれかな、道勝の本陣が先に亡くなるね。
ここは一徹が高吉を討ち取るでしょう。こんだけ戦闘力の差があるともしかしたら捕らえるかもしれないですね。まあどうしても捕らこちらの味方になる気がないんだったら死んでもらいましょう。足利義昭か、義昭も切りましょう。でここは一徹と義高か。義高を召し抱えられなかったのは痛手だな。ここはちょっと敵の方がうまく動いたかな。いや毛利軍もでもだいぶ頑張ってるな。九州に上陸してますよね。またツネちゃんに行ってもらいましょう。ツネちゃんの水軍特性をどんどん上げていこう。こうやって見ると信長が4つの城を持っていて、長尾家、だよね、ここね、上杉家も4つで、毛利家も4つですね。で続いて武田とか北条が3つずつという形になってますね。まあなんとか二条城をやっぱり取りたいですね、一刻も早く。一徹と義高の戦いは何なんだろう。この兵を無駄にすり減らしてる感じはするけど、まあなんとか勝てそうかな。久喜義高は将来的に味方に引き入れたいので見逃しましょう。で和田これまさか、まだこれまさの軍は600満載できてるといいな。まだ一徹だとちょっと厳しいかな、兵力差、連戦というのもありますしね。あとは一徹がうまく逃げてくれることを祈るしかないね。では軍を起こしていきますか。刑事もね、9ヶ月間の労働に就かせるわけにもいかないので、次のターンで浅井に援軍を頼みにして、二条城攻めの軍を起こしていきましょう。
将軍自ら前線に出てくるからな。ヨシテルは強いですよね。戦闘力86。二条城になかなか取り付けずにいるっていう感じにはなっちゃうんですよね。なので、まあ上杉謙信はその本願寺勢というか一騎勢との戦いに終始明け暮れているので、まあ、これは大きいかな。おっとちょっと待ってくださいね。今浅井は竹部山に移ってるのか。道理でだな。援軍要請を出しましょう。よし、これで援軍が出してくれるのは確定したので二条城攻めに本格的に取り掛かりましょう。城はね、攻めやすい反面守りやすくもあるんですよね。結局四方八方から攻撃できる反面いろんな方向から敵の迎撃が来るのでなかなか厳しいですよね。今ちょっと軍勢に塞がれてて、出陣できないね。もう一ターン残しておきましょう。あ、長政が捕まったか。三好家に捕らえられてそのまま豊を。結構このパターンも多いからな。まあ浅野壇上長政はこの後取り返しましょう。大阪城はいずれ取りたいですからね。まあ、あの二条城を取るだけではなくて一応機内一帯を平定するところまではプレイをしたいなと思いますので、二条城の藤高だな。軍資金の足し、うん、もらいましょう。お金はこのね、一方で軍資金を渡しつつ一方ではこの戦闘が行われているっていうこの状況何なんでしょうね。二条城の軍勢の数は14,000か。城の規模はレベル5。そこそこだね。で観音寺の方は兵力が17,000。よし、軍を起こしましょう。ここは一気に軍を起こして勝敗を決したいけど、鉄砲の数が478、軍馬が2600か。ここは騎馬に変えていこう。すべて刑事本来の力が発揮されるはずだ。これでね、本当はね、信長に何とかして、鉄砲隊を引き入らせてあげたいんですけどね、その鉄砲を買う金がないっていうね、現状は。やっぱ金が必要だよな。そうなると大和郡山だけではなく堺のある大阪取りたいよね。大阪があれば常時商人がいるっていう、そういう
場所になってるんで、いつでも金が貯まり次第鉄砲が買えるっていうね。ちょっと人当たりかけてみますか。正面決戦にはなりますけど。踏み潰しましょう。牧前は登用しましょう。美の三人衆のうち二人が集まったな、これで。二条城の藤田か、手土産か、名役か。いや、二条城はね、欲しいんで拒否ですね。拒否。義輝の軍が出てきてるな。これは早々に攻撃を仕掛けて終わらせましょう。二条城でもやっぱりでかいな。城の規模がかなりでかい。ただ、さっき言ったように攻めやすくもある。ただ硬いですね。城としてはめちゃくちゃ硬いわ。こうやってでも地道に城の規模を削っていくしかないかな。で、信長がどこにいるかっていうとここだね。信長はあまりこれ以上先に進めない方がいいでしょう。城門が硬いですね。開かなかったか。このターンでいくつかの部隊が壊滅しなきゃいけど、残ってくれた？大丈夫だね。もう一旦かかるね。大丈夫か。残ってくれりゃいいんだけど。
ダメか。惜しかったね。二条城が落とせなかったな。くー、惜しかった。非常に惜しかったな。ただこの後後続の部隊も続いているので、もうちょっとそこでなんとか落としてくれればっていう期待感と、あと浅井の援軍ですね、まあ、これがどうなるかというところですね。貢ぎ物は受け取りましょう。ただそう言ってる最中に攻撃仕掛けてきますからね、よくわかんないよね。そしたらちょっと勝家は1個下がらせましょう。さあ、よしてるかですね。手土産か。名役は拒否だな。さあ、ちょっと時間が長くなってきましたので、二条城攻めは次回に持ち越しをさせていただきましょうか。もうあと 1,2 ターンあればという感じもするんですけどね。ちょっとこれだと攻めきれないんじゃないかな。まあよく頑張ってはくれそうな感じはするけど、兵士数はね圧倒的に減ってきてますね。足利の方も、ただやっぱりその櫓の数とかね、櫓からの攻撃力が本当に高いんで、どうしても先に進めないんですよね。二条城はやっぱり硬い、本当に硬い。
というわけで、まあ、時間がちょっと長くなってきましたので一旦ここで、今回は終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。と言いつつちょっと進んじゃってますけどね、ここのターンまで見て終わりにしましょう。上杉勢もいよいよ動き出した感じかな。まあ武田と上杉がぶつかっていてくれてる限りは安心だかな。おお、浅井が桜と戦うか。はい、では本当にここで終わりにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。